ロールスロイスシルバーセラフシルバーセラフはイギリスの自動車メーカーであるロールスロイスが製造販売していた高級車であるシルバーは銀セラフは支点紙のイ、e。1998年から2003年まで販売され同じプラットフォームからの派生車としてロングタイプの他に多数のバリエーションが存在した2002年まではエンジンは BMW が製造し供給 フォルクスワーゲンがロールスロイスの生産、販売を行い、従来の販売網が継続された。問題となっていた商標権は販売期間中 BMW からフォルクスワーゲンに貸し出され、同年末には、フォルクスワーゲンは従来までのロールスロイスのラインナップの製造、販売を中止しシルバーセラフの製造、販売も終了したが、その後もベントレーは、 フォルクスワーゲン参加で継続し製造、販売した。内装1998年5月に、従来のロールスロイスシルバードーンと、ロールスロイスシルバースパーに代わり、発売された。ハンドスプレーとロボット塗装でラッカー仕上げされた。外装は、角が取れて曲面になり、ロールス伝統のエレガントで流麗なスタイルに、改められた。伝統の威風堂々のパルテノングリルを備え全長は、 約 110mm、車腹は約 40mm、前後も約 30mm 広がりよが高した。CD 値は0.38と従来に比べると、空力面も進化したシンボディとなっている。カナダドルによる設計で、従来の英国車特有の柔らかい車体合成は約65%も向上し、前後重量配分も50、50となった。ボンネット、ドア、トランクが、 従来のアルミニウム製からスチール製に変更されたが、車重は約 160kg ほど軽量化に成功している。全モデルまでは、車体は社外のコーチワークですべてハンドメイド製造されていたが、自社の英国クリュー工場で全体の約5%程度をロボット製造工程とした。期間については、合併吸収劇の遥か以前に、すでに BMW 援助の下で、 P3000 のコードネームで新型機シルバーセラフ開発中の1994年12月には BMW 製 V 型12気筒エンジン供給の合意が成立しており、ついに V 型8気筒ロールス自社製のオフエンジンは姿を消して新しいエンジンが搭載された。5390cc の V 型12気筒、サイチ C24 バルブを縦置き FR で搭載し、 最高出力は 326PS5000rpm、最大トルク 50.2kgm3900rpm で、ZF 性5速コラム AT の組み合わせで、0時速 100km は7.0秒で加速し、最高速度は時速 225km に達する。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン、コイルの組み合わせに、 電子制御可変ダンパー車高自動調整仕様でスタビライザー付き。従来の車重に対してフェード気味の弱いブレーキも強化され、ABS 付きの油圧式サーボを備えた4輪、ベンチレーテッドディスクとなり強化された。電子制御トラクションコントロールもブレーキやアクアプレーニング現象まで対応した仕様が装備された。タイヤも235、65で 7J16 インチの純正アルミ付き。 ステアリングは、ダックピニオン方式で、従来の曖昧でおおらかなフィールが改善されて、現代化され、クイックになり、従来型の鉱石重視と比べて、装備品も含めて、車両全体的に運転者向けに振った要素が数多く、出ている。これは、英国本国で、世代交代により、オーナードライバーが増えている、事情等に対応した仕様となっている。 トランク容量は約24リットルほど積載容量が拡大し374リットルとなっている。またロールスロイスは伝統的にエンジン性能を公表してこなかったが、本モデルはドイツ資本の BMW 製エンジンということもあって、その伝統を破ってエンジン性能を初めて公表している。ベントレアルナージはシルバーセラフの兄弟車である。エンジンは当初、 BMW 製 V 型8気筒エンジンをコスワースがツインターボ化したものが搭載されていたが後に V 型8気筒をターボエンジンに変更された。アルナージにはクーペモデルのブルックランズオープンカータイプのアズールが存在する。内装は元キメのロールス伝統のインパネを持ち最新のコンピューター工作機械の採用で従来は配置が 難しい局面部分にも元キメがつくようになった。エアバッグ内蔵本側ステアリングのセンターパッド両脇にも元キメが配され、ドアの開閉に連動して乗降しやすいように自動でチルト稼働する。各種スイッチやメーターリング、エアコンルーバー等に上質のクロームメッキが施され、高級感を醸し出している。シートは伝統のこのリールザーで、全席背面にはピクニックテーブルを 格納装備。C ピラー内側の左右には、伝統の鏡も装備される。一方で、全席左右独立式のオートエアコンや、カップホルダーを初採用。これだけの外寸ながら前、後席ともに比較的タイトで高貴な品格ある、室内構成となっている。サンルーフはオプションで装着者は、約15%程度。全長 5390mm、全幅 1930mm。 全高 1515mm、ホイールベース 3115mm、車両重量 2300kg、マイナーチェンジで、インパネ中央に純正 d v t ナビが装着され、フロントのウインカーがクリア化された。多少変更され、ドアミラーがメッキから、カラード仕様も存在する。2002年に、フォルクスワーゲン参加での製造、販売中止。 ロールスのこれまでのフルモデルチェンジされた各モデルは1、世代あたり約20年近く長期にわたり改良されながら製造、販売されてきたが、このシルバーセラフは上記の時代背景の中、わずか5年と短命で終焉を迎えた。1998から2003年間の製造販売数は不明。2003年に後継者として、 BMW 参加による新世代のロールスロイスファントムが登場した。ベントレーアルナージは2009年に後継者ベントレーミュルザンヌが登場するまでフォルクスワーゲン参加で製造、販売され続けた。ありがとうございます。